ペピパン、いらないっしょ。もうあ終わった。ああ終わった。ツーペア来ちゃった。終わった。おら。どうなったんだこれ。行こうか。マスミ、マスミ。マジかよ。トップやいばつえ。相手初戦無言だから勝てるよ。初戦無言だしな。見せてやるぜ。神合っている少年テリーを使うのだと。おやいばメタって楽しいか。完全にやえば意識してるよね。ね、次どうしよう。ルボン相手にやえばボディ使って何の意味があんの？教えてくれ、誰か。ルボン相手にやえばボディを使うメリット。ちょ、みんな、どうしよう。どうしようね。いや、ここはさ、普通に考えたらモンスターマスターでしょ。社長、アントンとカガスよりアイバボディになった方が強い。ビスタチオナッツ、英雄にダメージを与える。お前ら頭おかしいの？モンスターマスターでしょ。こっちの方が強い。いやー、手が手が滑った。見せてやるぜ。滑っちまった。よろしくな。無言がサイレスで走ってくるかもしれにゃん。確かにサイレスケアは重要では。どうした？さあ、ティー国老の言う通り滑ったならしょうがない。滑っちゃった。癒しの波動。これ刃のさ、なんか動きみたいなのあるじゃん。わかるかな？空を切ってる。いやマジであるかもしれんな。いやでも除去多いからな。こっちだろうな。俺のターンだ。社長、走ってくるやつやん。これマジでヌボン走ってくんじゃない？封印の杖入れてんじゃん。どうなってんのこれ。刃のボディ絵がよくわかんないんだけど。お前普通に入れてんじゃねえか。普通のカード入れてんじゃねえかよ。まず、ドロー。どうせもう横に広げないわ、これ。まず、ドローしてみる。で、ゴミが切ってみる。で、こうして、刃ボディして、こうでしょ。はい、天才。刃砕き。刃ボディ砕き。おい、いいんじゃないの？おい、殴ってこいや。おい、てめえ殴ってこいよ、おい。おい、来いよ。俺は怖くねえぞ。おい、殴ってこいよ。知らなかった。刃ボディにこんな使い道があるかなんて。おい、てめえ殴ってこいよ、早く。邪悪な竹林。うわー、目立ってるね、あなた。竹林ここに置かないんだ。あ、終わってない、これ。皆さん終わってない。騙されたわ。普通アントンとかの方が良かったんじゃないの？え？テンションまだ一回も使ってないことになってるし。あ、ダメだ。終わった。俺のターンだ。助けてくれ、終わった。は？そろそろ覚悟を決めるんだな。
よかった。よかった、ゴミで。ゴミくずでよかった。入れてねえよ。心得てねえよ、そんなもの。なんかすげえ強く見える。いや、次回復されて。回復されちゃうんだよな。皆殺し来い。刃砕き悪くないっしょ。刃砕き、刃が刺さってる。なんか刃が割といい感じに見える。気のせいだろう。いや、ここさ取った方がよくね。これいいんじゃねえの、これで。アグロ相手、お前バカだな。アグロ相手だともうそのまま終わるぞ。いや、一瞬で終わるぞ。8ターン目ぐらいまで動かないアグロじゃないとダメだぞ。8ターン目まで殴ってこないアグロじゃないと。何かを警戒して。やべえ、竹林レボリューションが。竹林にまみれている。ヤクルト。やってやるぜ。お、早くあれしてこい。おお、いいっすね。武器来てよ、武器。わかんねえ、これ。回復してくるかな。いや、エンドでしょ、これ。盤面ロック。全部ヌボンで埋まった方が強くねえ、これ。盤面ロックなんないかな。盤面が固まったら、いけるんだけど。全部ヌボンと竹林だけで。なんで竹林をこの上に置かなかったんだ。どうしよう。俺のターン。はあ、奇跡。皆殺し。みんながおろしい。みんながおろしい。どうしろっつんだ、俺に。リサないよね、ハチ。あ？ないよな、ないよな。いや、これ後で使った方がいいな。いやー、今使っとくか。もうわかんねえ。わかんないんだよ。覚悟しておけよ。俺のターンね。このヌボンが邪魔。どうしよう。俺はこのヌボンによって止められている。回復しないで。回復しないで。癒しの波動。回復するよね。ね、これこいつがヤバすぎる。てか床来たら死ぬ。皆殺せない。ニードルショットくれよ、俺に。ケリーこそニードルショットでしょ。なんだ皆殺し。ケリーニードルショットあっても誰も文句言わないよ。どうせリソースないんだから。あー、敷かれてたのどんまいどんまいぐらいしか思わないよ、テリーだったら。30ってなんだ。どうしよう、何もできねえ。あえてプレミしてたな、多分。まあ、だからなんだっつわれたら。それまでだから。
どうしようマジで。は？イゴロセ真相。よし。あ、ダメだこいつ。ダメだこいつ。気持ちよくなってる。ニカ、まだ刃がある。大茶漬け、草。ニカベスト、ワロサ。時に、硬いな。キモいんすけど。あ、リーサルあるこれ。あるな。アイアンクック出しとかないとな。もう排水、排水の構えだよ俺は。さあどうするかな。まさか皆殺しが、あんなことになるとは。殺してくれよ。まずいね。まずいことになってきた。まずい。ガチすぎる相手、真剣すぎる。よし、分かっているさ。やばい、エッチ警察がお怒り。エッチ警察がお怒りだ。見せてやる。本田原吉右衛門、ニキ、刃のボディを強化できる刃の心得を時短で出そう。出してくれ、ニキピ。カバーの心得の二の前にはさせないでくれ。見せてやるぜ。頑張れ。覚悟しておけ。大丈夫か、ヌボンに行けよ。頼む、ヌボンに行ってくれ。ヌボンに行ってくれ。ヌボンに、おーいスヌボンス。お前はヌボン。ちょっと結局このヌボン突破できないと何もできない俺は。助けてくれ。やばい、竹林が。いやでもこれ3分の1だから言うてこれやばいぞ。おいどうしようこれ。1414のヌボン、助けてくれ。あ、ダメだ、ロックされたね。ロックされちゃった。助けてくれ。助けてラフドレアム。おい、いつで風を外してくるかわからん。これで全身無剣剣無謀なんかやっちまえ。で、闘志まだエッチすれば2回来るから、ここの貫通持ちで殴って、殴ればいけんじゃない。これいけるんじゃない。未来見えてきてない。ヤクルト、なんだこのバハムートは。救急でしょ。77までで持ってこれるわけでしょ。いやちょっと待って、いやでも、え、死ぬわ、倒したら死ぬわ。ちょっと待って、天空のエッジをあなたに。ここ殴っといていいんじゃないか、除去されるよりは。とりあえずライアン、ここはもう行っていいと思うんだよ。あ、でもここ行ったらもう回復しするからさ。やべ、プレミとダンスしちまった。あー、わかんねえ。あー、殴らなきゃよかった。
回復してもらうの待つか。ドランドの戦士ライアン引き換えに向こうを倒そう。明日に明日ライアンで回復遅延しよう。じゃまだこれでいこう。やばい、なんかミスったわ。アントンで殴る必要なかった気がする。どうするかな。竜を一戦か回復かみたいな、そういうなんかこう、いや違うな。あーやれやれ、違う違う、オッケークズどもが。いやーでもないや殴れ、いや殴れるけど、ちょっと待って考えさせて。やってやるぜ。ほう。そして無謀には動けない。そうだよな、所詮動けないんだから。俺の求めるものは最強の剣だけだ。そんなに神経質になる必要はないんじゃないの。いやでも回復とか竜一戦来たらだるいから、あやばい。でも行くしかない、これ行くしかない。盤面ロックマンが決まってしまう。あーなるほどね。見せてやるぜ。拓哉吉本、動かすためのギミック持ってないのかな。分からん。持ちだ向き、これらアニアジャックポットの機材。任せてよ。どうしようどうしようどうしようね。もうドローする必要ねえよな。もうシルビア行こう。とくとごらんやれ。これが私のドラマ化されない説ある。ピスタチオナッツドラマ化ボーンで削る。ドラマ化で殴って、まあ、とりあえずこのこれ見て覚悟してよ。12でしょ。でドラマ化で殴るじゃん。痛んじゃないか。痛い痛い、でも痛いよ痛い。クルンジ何生き返ってんだてめえ。悩ましいな。これでいいだろいいんだろこれで。間違ったことしないよね。ミト、壁が解き放たれた。剣、ライバボディツエイ。いい除去だ、ブレインコット。やっと顔面でこそ。おい、まさか勝てるのか。田淵正隆、なんだこの無謀は。わらわら、あ、やめろ。終わりだ。いやでも動けない。やっと無謀突破した。あいつは動けない、バカだから。スタッフが高い置物。アスラヌアス、スタッフが高い置物。これあれだよな、俺殴ったら2ダメージ食らうから。7、8。あ？俺のターンだ。1点足りないな。ピスタチオナッツ、刃のおかげで勝てる。アスラヌアス、強化しても所詮無謀は無謀だった。いやまだわかんない。私たち力。田淵正隆、ご自慢の先生エッジがある。最強の剣だけだ。タバサで勝ち。覚悟しておけ、覚悟しておけ。一点足りなくない？食らいなさい。震えが止まんねえよ。
俺のターンだ。いやポッターないだろいやでもこれでポッター引けるみたいな、そんなバカなこと。これ引き分けに、おっしゃーべいやこれポッターだったら、ポッター入ってたら危なかったないやこれポッター入ってたら危なかったわ。あーよかった、気まずさ。イケホイン、ヤイバボディのおかげだ。ちょっと待ってこんなさ、初手こんなさ、ヤイバ役に立つようなさ場面たくさんあってさ、一切なかったさ。さすがヤイバって思わせてくれるところ、なんだこれなんだこの必殺技。2ダメージにしてくれ、もう3ダメージとかでもいいわ。なんなら、どんぐらいの価値はあるぞ。おかしいだろ。弱すぎる刃ボディが。